八つ義雄は、日本の土木技術者、都市計画家。仙台市の戦災復興都市計画20事、人力。青葉通り、定前寺通りの欅並木道の設計者。丸森町出身。東北帝国大学附属工学専門部、旧西仙台高等工業学校土木、工学科卒業後、朝鮮総督府に勤務。 総督府で地方で先の土木課長などを歴任。朝鮮時代に乱伐された山林を見て、緑のない地方道は次々に並木を整備していったという。1946年に帰国し、仙台市に勤務。仙台市仙台復興局建設部公営課長から、後に建設局復興部長、建設局長を歴任。1959年からは、仙台市議官。 1966年に退職。その後土地区画整理審議改善国連合会などに関わる。八巻の著作を研究した天野によると、仙台市街地では、仙災復興時に道路復員の拡張を実施し、通りの道路工事が終わった1951年から植栽を開始するが、街路樹の欅が今日のような大樹に成長できたのも、 この時十分な道路幅を確保したことが大きいと見ている。そのうち仙台駅から東二番町線までは福院50メートル、東二番町から大町頭までは36メートルとしている。定前寺通りは定前寺、西北町線の一部の愛称であるが、全福院は46メートル確保しているが、この通りについては早くから並木おけ焼きということで定められていたという。 他の街路の樹種については、風格があって樹幹が大きくなる11種類を候補に、あげ、その上で逃げとけやきを選定し、樹形が美しいこと、仙台の気候風土に合うこと、近くの大原国有林に適当なけやき林があったことなどからその中でけやきを選定し、最終的にエイリン書とも相談し、エイリン書の近くにあったけやきと土地の木の中から、苗木で多くあったけやきを購入することができたと、 している。さらに、電柱の地中化工事を英断し、無電柱化の実現については、国から表彰も受けているという。規範事例集、外路編、景観政策に関する提言、戦略的地域づくり推進のために2009年4月社団、法人土木学会第029回国会、建設委員会、第1号議事録、天野孝一、近代街路の景観計画、 設計思想発展史に関する研究、テー復興から繊細復興を対象にありがとうございます。